くお待たせいたしました。イルカたちの登場です。登場からダイナミックなパフォーマンスを披露してくれたのは、リーチランドが誇る期間限定チームオールスターズです。今年の夏は今までよりもたくさんの水しぶきをお届けしていきます。皆さん、最後までの応援よろしくお願いします。それでは早速、今回のイルカショーで活躍するオールスターズのメンバーを得意な水かけパフォーマンスとともに紹介しましょう。まずはチームアザーズから3投。1投目、ディオス。心優しく温厚な性格の持ち主。得意種目は大きな体を生かしたスプレージャンプ。ディオスの現在の体重はなんと300キロを超えています。2投目、カイリ。ディオスの息子で人懐っこい性格の持ち主。得意種目のブリーチジャンプは2回連続。まずは皆様、右側にご注目。続いて左側、豪快な水しぶきを上げているカイリですが、実はビーチランド一の甘えん坊イルカなんです。続いて3投目、ディア。物覚えが早く度胸のあるタイプ。得意種目はテールウォーク。正面の皆さん、水しぶきのプレゼント。ディアはパッチリとした目と少し長い下顎がチャームポイント。ディオス、ディア、カイリの3頭はチームアザーズ培った団結力を生かしてたくさんのパフォーマンスをお届けしていきます。続いてチームボンバーズから2頭。1投目、クリス。チーム最年長、推定年齢は39歳の大ベテラン。得意種目はスライディング。皆さん、正面のステージにご注目。クリスは頭の上にある鼻の周りがピンク色なのが特徴です。続いて2投目、プリン。皆さん、プリンの皮付きが他の4頭と違うことにはもうお気づきですか？実はプリン、お母さんは他のイルカたちと同じ口先が長いことが特徴のハンドイルカですが、お父さんは口先が短く頭が丸いことが特徴のアナゴンド。違う2種類の間から生まれていたんです。日本ではここ
ビーチランドでしか見ることのできないとっても珍しいイルカなんですよ。そんなプリンの得意種目はマウススプレー。正面最前列の皆さん、心の準備お願いします。普段はチームボンバーズで活躍をしているクリスとプリン。31年という長い年月を共にし、強い絆で結ばれています。今回のイルカショーはオールスターズ総勢5頭がそれぞれの特徴を生かしてたくさんの水しぶきをお届けしていきます。皆さん、ここからはさらに盛り上がっていきましょう。皆さん、もうだいぶ水しぶきで濡れてるみたいですけど、オールスターズ、こんなものじゃ終わりませんよ。続いて、カイリによるテールスプラッシュ、たくさんの水しぶきのプレゼント。皆さん、手拍子もガンガンやっていきましょう。ここからは得意種目で水しぶきをかけていきます。まずはリアのテールウォーク、後ろの肩も油断禁物。続いてクリスのスライディング、足元に集中攻撃。に圧倒されている場合じゃないですよ。一緒に楽しんでいきましょう。続いては暑い夏にぴったりのイルカたちの爽快な泳ぎ、ハイスピードにご注目。ラストは両手を上に上げてバンザーイで締めくくっていきましょう。イエーイって皆さん声を揃えてお願いします。イエーイですよ。いいですか。イルカたちの動きに合わせていきましょう。それじゃあいきます。せーの、イエーイ。バッチリ、ありがとうございます。夏のイルカショーはまだまだ続いていきます。ここからはイルカとトレーナーの息の合った水中パフォーマンスでお楽しみください。
いよいよイルカショーのクライマックスです。夏のイルカショーではお楽しみいただけますか？ここからはイルカとトレーナー、そして皆さん一緒に楽しんでいきましょう。端から端まで水しぶき、皆さんも全員で手拍子お願いします。いい感じに当たったままね。じゃあここからは両手を右左右左で一緒にダンス踊っていきましょう。いる方たちからは水しぶき、いや水の塊をプレゼント。会場の皆さん、一丸となってラストを頑張りましょう。イルカたちの動きに合わせていきますよ。せーの、イエーイ、バッチリ大成功、ありがとうございます。今回のイルカショーで活躍をしたのはリオス、リア、カイリ、クリス、プリン、ビーチランドが誇る期間限定チームオールスターズと4名のトレーナー、そしてスタジアムにいらっしゃる皆様でした。ビーチランドでは季節ごとに違った雰囲気のパフォーマンスをお届けしています。皆様ぜひ今後のイルカショーにもご期待ください。以上をもちまして本日最後のイルカショーを終了とさせていただきます。最後までのご声援誠にありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。特別シートエリアをご利用のお客様にご案内申し上げます。お出口は変わりまして後方ゲートからになります。ただいまスタッフが順番に開けておりますので、ご準備ができたお客様から足元